に研究する場所はこの部分だけなんです。の3の指は力を入れずおまけぐらいのイメージで弾くと、あなたの体ごと一緒に上に上がっていくようなイメージで弾いてみましょう。本当にこれだけで変わるんですよ。皆さんこんばんは、かなかなです。今日も皆さんのピアノ練習中に困っているを解決していきますよ。ピアノを習っている方も先生にはなかなか聞けないこと、じゃんじゃんご質問くださいね。さあ今日はこんなご質問をいただきました。こんにちは、日頃からかなかなさんのピアノを楽しく聴かせていただいています。私は去年の11月からピアノを始めて、今現在愛の夢を練習しています。それについて質問なのですが、かなかなさんの動画で1分18秒頃から始まる両手の和音が連続して鍵盤を駆け上がっていくところがスムーズに弾けません。かなかなさんは非常にスムーズに弾いていますが、何かコツなどはあるのでしょうか？それとも練習あるのみなのか？コツなどがあればぜひご教授願いたいです。ありがとうございます。難しい愛の夢を練習されてて素晴らしいですね。そしてこのご質問いただいた部分、あそこね、すっごく難しいですよね。今でも私も難しいですよ。どの部分か一度弾いてみますね。今のこの駆け上がっていく部分ですよね。さあ難しいですけど、この美しいところをどのように考え練習すればミスなく流れのある音楽に仕上がるのか、今日もコツを伝授します。早速なんですが、リストの楽譜によく出てくるこの小さい音符、これを見るだけでうわ難しいって拒否反応ありませんか？音符が小さかったら何でも難しく感じる病なんです。さあこんな時はその部分だけ拡大コピーをしましょう。信じられないかもしれませんが、練習以前の状態、ただ拡大コピーをするだけ、本当にこれだけで変わるんですよ。実際に今日のこの難しい部分を拡大で2倍にしてコピーしたものを用意しました。こんな感じです。見やすくなると同じ内容でも弾きやすくなるんですよね。少し余談にはなりますが、楽譜を読むのが苦手だった過去に教えてた生徒ちゃんが、メガネをかけ始めてから急に楽譜を読むのが得意になった子が結構いるんですよ。楽譜が読める能力があるのに楽譜を見ようとしない子には目が悪くないですか？と親御さんに必ず尋ねるようにしていました。視界がぼやけていたら細かい楽譜なんて読むのはストレスでしかないですからね。大人でも心当たりがありますよね。もしあなたのお子さんや生徒さんで心当たりがある子がいれば、目が悪い問題がもしかしたらあるかもしれません。では本題に入っていきますね。まずその拡大コピーした楽譜にメモをしてほしいことがあります。一見長くてすごく難しいように見えるんですけども、一工夫するだけで考え方が変わります。それではペンを用意してくださいね。このファのフラット、ここから線を引きます。ファのフラットとシのフラットの間ですよ。そのまま下に線を下ろしてきてくださいね。そして次はファミラソレシ、このレシシと次のファのフラットのこの間のところに同じように線を引いてください。下に線を下ろしてきてくださいね。さあそしてこれを囲みましょう。さあ今から一緒に研究する場所は今囲った部分、この部分だけなんです。この部分さえうまく練習できれば、とても美しいメロディーが弾けるんですよ。少し気が楽になりましたよね。さあでは一緒に練習していきましょう。まず、高音部分、一番上の音だけを弾いていきます。見ててくださいね。ここの部分です。指番号は、434353となっている楽譜が多いかなと思いますが、私は535353で弾いています。皆
さんはどんな指が弾きやすいかな。一度楽譜通りの和音で内声をつけて弾きやすい指番号を探してみてくださいね。あなたに合った手と指に合う指番号を使っていただいて構いません。指番号が決まれば高音部分だけで練習するんですよ。そしてこの練習の時に気をつけることは、ファーフラット、ラーフラット、レーフラットを軸に瞬時に指を動かしていきます。こんな練習もおすすめですよ。4と5の指は弱い指ですので、意識をしなければ美しく響きません。そしてその間に入るミーフラット、ソ、シーを弾くこの3の指は力を入れずおまけぐらいのイメージで弾くとちょうど良くなりますよ。無意識で弾いてしまうと力が入り音が大きくなりがちなんですよね。何も考えずに弾くとこんな風になってしまいます。ね、これじゃ下手に聞こえますよね。それに動きが鈍くなってしまいます。ファーフラット、ラーフラット、レをしっかり響かせて、早く掴みに行く感覚、動かそう、早く掴むぞという気持ちで頑張ってくださいね。ミーフラット、ソ、シーフラットはおまけ、頑張らなくていい音です。それとついつい指がべちゃっと伸びてしまいがちですが、必ず第一関節をキュッとしていい形で弾いてくださいね。音色が揃いませんからね。さあでは続いて内声の動きをチェックしていきましょう。さあここは2の指の移動の際に少し離れているので、ドカンと入らないように気をつけましょう。このようになってはいけませんよ。それとファーフラット、ミーフラットやラーフラット、ソ、この半音階を2と1の指で弾くというのが難しいんですよね。ついつい指が寝てしまったり、親指がドンと大きな音になっちゃうし、動きが鈍くなってしまいますよね。さあこの部分もこのように親指も第一関節をキュッとして弾くんですよ。そして内声はピアニッシモぐらいのイメージで練習します。鍵盤にいい指の形で少し触れるだけの感覚で弾きましょう。内声の音が飛び出てはダメですから、静かな音でいいんですよ。では続いては楽譜通りに和音にして練習します。まずはファーフラット、ミーフラットの部分だけです。高音を響かせるようによくあなたの耳で聞いてくださいね。この時に手首にがっちり力が入ると弾けませんよ。手首はふわっと脱力しながら弾きましょう。そして内声部分は先ほど練習したように静かに鍵盤をちょっと触るくらいの感覚で、内声は高音部分より音量が出ないようよく気をつけてくださいね。そして続いてラーフラット、ソーの部分を足しましょう。さあここはミーフラットからラーフラットへ行く時の和音の移動が難しいですよね。さあここばかりこのように集中練習をしますよ。この時ミーフラットの指は弾いた後すぐに離して逃げてあげてください。次にミーフラットの横の音のファーフラットを弾かなければいけませんからね。わかりますか？このミのフラットがずっとここに行ってては次の音に行けないですからね。さあ続いてレーフラット、シーフラットの部分も足してみましょう。このファーフラット、ラーフラット、レーフラットを響かせて掴んでいくように心がけましょう。こんな練習も効果的です。さあそして
そこから D フラットに行く時も3ナビをすぐに離して解放させてあげましょう。ここも3ナビが残っていてはうまく弾けません。3の指をすぐにどかしてあげてください。どんな時も瞬時に指を動かすことに意識を置きましょう。指の形は綺麗に掴みに行きます。瞬時に動かしてもドカンとは入らないようには気をつけましょうね。そして何度も言いますが、内声は静かに、高音が響いているかよくあなたの耳で聞いてくださいね。さあ、ここまでの練習が慣れてきたら左手をつけましょう。今までと同じで右手の高音の邪魔をしないようによく耳で聞いて練習です。そしてもう一つやってほしい練習があります。右手の内声と左手だけで音色を揃えて動きを確認しながら弾きますよ。この練習をすれば和音の響きが綺麗になりますよ。耳で縦の線をよく聞く時間を作ってくださいね。これはどの曲にも言えることです。さあ、ではこれができれば両手で弾いてみましょう。どうでしょうか。上の音が綺麗に響いていますか。これを何度もして慣れてくれば今度は2回分言ってみますよ。この時のコツはしっかり足を地につけてお腹丹田に力を入れてあなたの体ごと一緒に上に上がっていくようなイメージで弾いてみましょう。これを指だけ手だけで行ってしまうと手首が固まってしまいますし、とても弾きにくくなるんですよ。この悪い例も皆さんも一度やってみてくださいね。追いついていきません。体ごと一緒に歌うように弾く練習をしましょう。そうです、その調子です。長いフレーズで長い呼吸でいきましょうね。そしてこの練習ができれば最後にファーフラット、ミーフラットを除いたラーフラット、ソ、レーフラット、シーだけを最初の低いところ頭につけますよ。左手は A フラット、C フラットのところから入りますよね。楽譜ではややこしい音型に見えますが、案外シンプルなんですよ。さあ、この通しの練習を最後に何度も何度もやってみましょうね。よく頑張りました。いかがでしょうか。ぜひこのように内容の濃い練習で美しい弾き方を習得してくださいね。ためになったよという方、またコメントお待ちしております。ファミリー練習室というアカウントを作りました。カナカナの練習風景をアップしていますよ。ピアノの練習は孤独ですよね。頑張るファミリーの皆さんのモチベーションアップ場所になればと思っています。皆さんの練習風景や演奏動画にハッシュタグファミリー練習室でツイートしていただくとリツイートしますよ。一緒に頑張りましょうね。私も見ていますよ。それでは練習頑張ってくださいね。また来週夜土曜日に頑張れ。